人残らず俺の兄弟だろうな。新兄のペースでいいんじゃない？じゃ、二人でデートしよっか。せめてちゃん付けなど可愛らしく呼んでほしいところです。次は高木しないで。元気出しなよ先輩。好きなの。シュンジゲの子供たち2025年放送開始。